マキヨコさん、その発言が注目されています。韓国に関する映画に出ています。少しずつ考えてきたそうです。さらに、日韓関係の歴史を勉強した。そして、日本が韓国に対して行った過去の出来事、すごく謝りたい、とおっしゃっています。今日は、これに反論する武田純平さんの 意見を聞くことにします。武田恒ねです。牧陽子さん、韓国と日韓関係の歴史を勉強したそうですね。勉強した内容が違っていたじゃないかと思いますよ。僕は日本の歴史を研究しています。中学の歴史という歴史教科書を 書いています僕の書いている歴史が正しい歴史です。牧陽子さんは韓国に謝罪したいと言いましたが、そりゃ違います。日本は韓国を植民地にしたというところがちょっと違うんです。植民地にしてあげたんです。併合してあげたんです。僕の教科書に韓国の皇帝の 食油が出ています。ロシアからの侵略がひどくて韓国は困っていました。それで皇帝が韓国併合を日本に頼んだと言っています。ロシアの脅威から韓国を守るために日本に韓国税の統治をお願いしたんです。植民地併合と謝ろうというのは違います。それに 日本は韓国で鉄道や学校などインフラの建設をしてあげた。韓国にたくさんの予算をつけてあげた。牧陽子さんは僕の教科書が正しいので、こっちを読んでほしいです。武田つねやすさん、反論でした。武田つねやすさんの、言っていた教科書ですが、検定で、 不合格になっています。